シント時代のノーマンアトランティックノーマンアトランティックは、アケマンストリートとして建造され、シントとしても運行されたローローフェリー。2014年12月28日の火災事故で知られる。アケマンストリートとして、イギリスのアーミンストリートシッピング向けに2009年に、イタリアポルトビーロのカンティエレナバーレヴィセンティーニで建造されたが、同社は取得せず、 イタリアのビセマールディナビガジオーネが取得した。2010年2月から4月にかけては、T リンクに要選され、2011年5月に、マルタ共和国バレッタで、改装、6月よりサレマールが要選し、シントゥと改名した。2013年1月、グランデナビベローチ、4月も B ラインズと要選先を変え、10月に LD ラインズにより、要選され、 2014年1月にノーマンアトランティックと解明した。2014年8月29日の公開をもって、LD ラインズとの契約が終了し、9月から10月までカロンテツーリストに要請。その後、アネクラインズによって要請された。アネクラインズによる運行中の2014年12月28日、ギリシャのパトラからイタリアのアンコーナへ向かう途上。 アドリア海のオトラント海峡を航行中に火災事故が発生した。ABCMS アケマンストリート。フェイクタオムファーティング2014年12月18日、閲覧。スパニッシュリンクスエンドオブロード 4LD ルー,ルーツ。カダムケルシーパブリッシング2014年12月29日、閲覧。レスキュアーズレースツーセーブパッセンジャーズ。 フロムバーニングイタリアンフェリー。Yahoo ース UK。2014年12月29日。閲覧。フェリーでストールライジズ213。アミット・カンサーンズ・アバウト・アンコウンテッド・ストウェイズ。ザ・ニューヨーク・タイムズ。2014年12月30日。閲覧。ギリシャ、沖フェリー火災。生存者の中に密航者も死者増える恐れ。アフプブ。2014年12月31日。閲覧。 ノーマンアトランティック火災事故に関するカテゴリー、ありがとうございます。